別チームの2人の選手がほぼ同時にハンドをする珍事件が起こりました。岩田、ジャーメイン亮がゴールを決めたかに思われたこの場面、 VAR の介入がありオンフィールドレビューとなります。ジャーメインのハンドが認められゴールは取り消しに。しかしその直前に川崎、瀬川雄介もハンドをしていたのです。その結果判定は岩田の PK となりました。得点が認められず岩田の選手たちが審判に抗議をしますが、キャプテン上原力也が落ち着いて場を収めます。 PK のキッカーはジャーメイン、冷静に左隅に決めて本日4ゴール目を記録します。試合は4対5でアウェイの岩田が勝利。難しい判定となりましたが、飯田純平主審をはじめとする審判団が見事なジャッジを披露しました。